はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースに関する様々な話題をお話をしています。いよいよオープン戦がですね、始まってきたということで、オープン戦をですね、まあ、できるだけ、その日の試合を振り返るようなですね、お話をしていきたいんですけれども、ちょっとですね、ソフトバンク3連戦が終わったんですけれども、ちょっと昨日、一昨日とですね、ちょっとこう、録音することができなかったので、まあちょっとまとめてですね、3連戦を振り返っていきたいなというふうに思っております。まあいきなりですね、ソフトバンク3連戦ということで、去年のですね、チャンピオンのチームですから、まあどんな感じかなと思って、まあ楽しみ半分、不安半分みたいな感じでですね、まあ見たんですけども、まあ阪神からしたら結構まあ順調な滑り出しだったんじゃないかなっていうふうに、一応まあ見えたかなというふうに思います。そんなね、まあオープン戦ですから調整ということで、あんまりその、勝ち負けとかですね、結果にあまり一喜一憂するような、そういう段階ではもちろんないんですけれども、まあそういったですね、別にその結果にこだわるということではなくて、まあまあ順調に、まあ滑り出したかなというふうに見えたので、それは良かったかなというふうに思います。はい。で、まあ普通はですね、オープン戦って、最初の方はですね、若手が中心にこう、まあ、こう、アピール合戦みたいな感じでですね、ポジションを取りに行く若手がこう、主にこう出ると。で、ベテランとかですね、まあ、主力の選手は、後の方で出てきたりですね、そのオープン戦でそのあちこちですね、移動しますから、そこにずっと帯同してですね、行くんではなくて、その、例えば甲子園球場にずっとこう、残ってですね、で、関西で試合がある時だけ出るみたいな、そんな感じで、こう、ベテランの選手なんかは出たりとか。そんな感じでですね、まあ、やっていく場合が多いと思うんですけど、今年に関しては阪神いきなりですね、主力がもう開幕戦かっていうようなオーダーを組んできましてですね、もう本当にもう外国人選手とかですね、ベテランとかですね、レギュラーの選手とかそんな関係なく、もうとにかく、全員がもう最初から出ると。その中で横一線でポジションをこう争っていけよっていう、そんな感じに見えましたよね。だから本当に、まあ、阪神からしたらですね、いきなり、その、もう、初戦が、もう、近本、糸原っていうですね、で、3番佐藤で4番大山ですから、もう本当に、完全にもう開幕を想定したオーダーを組んできたかなっていう感じです。で、その中でですね、その中で、活躍するべき人が活躍してほしい通りに、まあ、活躍を見せてくれたので、その辺はですね、一安心っていう、そんな感じだったかなっていうふうに思います。まあ、具体的に言うとですね、まあ、ホームランがボンボン何本もですね、出てるんですけれども、初戦で、佐藤選手ですね、いきなり佐藤選手が、ホームランを打ちましたよね。その、逆方向ですね。しかも第一打席ですよね。オープン戦始まって第一打席でですね、逆方向にレフト側にこう見事にホームランを打ちましてですね、まあ一安心っていうかですね、ホッとしたんじゃないかなっていうふうに思いますね。その、ね、鳴り物入りでですね、期待をこう一身に背負って入ってきてですね、期待通りに活躍できなかったらやっぱりこうね悩んでしまったり悪循環に入ったりっていうね、そういった選手をよく見てきましたけれども、やっぱり最初にですねこうやって結果が出ると、あとはちょっと気持ち的にもですね少し楽になるんじゃないかなっていうふうに思いますから、そのキャンプのですね内容も良かったし、キャンプの入り方が良かったんですよね。キャンプの実戦形式の紅白戦とかですね、練習試合の時に、ホームランが出たりしましたから、そこでちょっとね気持ちが楽になったんかなっていうふうに思います。でそのままこうオープン戦にもですね入ってきて、オープン戦でもこうね気負うことなく打ててるのかなっていうふうに見えますから、まあいい感じでねこう入ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、このままですね。まあ、もちろんね、調子の波あるでしょうから、今ね、調子がいい状態かもしれませんから、もしかしたらこの後下がってくるかもしれませんけど、まあ、僕がね、思うのはもう一旦下がってですね、開幕に合わせてもう一回上げてきてもらったらいいかなっていうふうに、そんな風にですね、思いますので、まあ、大事にですね、使っていってほしいなというふうに思います。まあ、若手ですけどね、もうある程度やるのはもう分かったわけですから、もうね、その毎試合オープン戦出すんじゃなくてですね、ある程度も休みながらですね、開幕に向けて調整をできるように使ってあげれば、まあ、それなりのですね、結果は残せるんちゃうかなっていうふうにですね、思いますよね。あとですね、その意図的に逆方向を狙ってるんじゃないかっていうのは最近ですね、見てて思うんですよね、佐藤選手。逆方向っていうのはレフト側ですよね。追っつけて流し打ちをするのがですね、最初はですね、その紅白戦とか練習試合でレフトの方にですね、こう打球が飛んだり、もしくはレフト前にポテンヒットみたいなの結構多いですよね。レフトとかね、左中間にポテンと落ちるようなですね、ヒットが多いんで、まあ振り遅れてんのかなとかですね、まあまあ、ちょっと詰まったなとかですね、そんな風に見えてたんですけど、もしかしたらですね、こんだけあっち方向に打球が飛ぶっていうことは、もしかしたら意図的に狙ってるのかもしれないですよね。追い込まれた後、意図的にですね、詰まり気味で、レフト方向にですね、打って、で、外野の前にボールを落とすっていうのを、もしかして意図的にやってるんだとしたら、まあ大したもんだな、みたいな。
たいな、そんな感じですよね。イチローさんがよくやるやつですよね。追い込まれながらですね、泳いだり詰まったりしながら、野手の間にボールを落とすみたいな、そんな感じですね。だから詰まることあんまり怖がってないのがまあいいのかなっていうふうに思いますし、意図的に逆方向ですね狙っていってるというのも、まあ、甲子園球場でやるっていう、そういった意識もあるのかもしれませんね。浜風がありますから、引っ張ってもですね、風で押し戻されてしまいますから、逆方向のレフト側に打った方が、ヒットになったり、長打になる確率が高いということで、そういったですね、その、意図的に逆方向を狙うっていうのが、こう見えてきたので、今まではね、そっちの方に飛んじゃったのかなっていうふうに思ってたんですけど、飛んじゃったんじゃなくて、狙って打っているんだろうなっていうふうに、最近はですね、見てて思うんですよね。だから、その辺がですね、まあ結構クレバーなのかもしれませんね。新人でね、結構振りもですね、フルスイングするタイプの選手なので、その豪快な感じがするんですけども、まあそのね、打撃の内容とか見てるとね、その、バッティングフォームもちょっとずつこう変えてみたりとかですね、バッターボックスの中でも立ち位置を変えてみたり、いろいろまあ考えながらやってると思うので、そういったあたりね、いろいろ頭を使いながらやってるんだろうなというふうに思います。だからこの後ですね、どういった活躍を見せてくれるのかね、期待していきたいなというふうに思います。で、もう一人ですね、初戦でホームランを打ったのがサンズ選手ですよね。このサンズ選手はですね、その、ロハスジュニア選手が来るということで、これで外国人野手が3人になるんですよね。で、しかも外野手ですから、外国人同士もこれポジション争いなんですよね。その、そもそもまずその野手がですね、外国人が1人なのか2人なのかもわかりませんし、今シーズンはですね、外国人5人登録できるんですね。1軍登録が5人できて、そのうち4人がベンチ入れできるっていうことですから、ピッチャーの方で3人使うとですね、野手は1人しか使えないんですね。だからピッチャーの方で、例えば先発が外国人投手とかなると、抑えはスアレス投手で間違いないでしょうから、これで中継ぎにエドワーズ投手を置くとですね、これで野手1人しか使えなくなるんですよね。で、このあたりはですね、どういった、まあ、ね、使い方をしてくるのかっていうのも一つポイントなんですけれども、まあ、いずれにしてもどっちにしてもですね、3人とも野手が出るっていうことはまあ難しいわけですから、競争になるんですよね。なので、サンズ選手もですね、去年は活躍しましたけれども、やはりですね、勝ち抜かないといけない。マルテ選手とロハス選手に勝たないといけないということで、それでいきなりですね、初戦から出場をしてですね、いきなりホームランを打って、アピールしましたから、サンズ選手もですね、去年よりかはやっぱり、気するものがあるのかなっていうふうに、ね、2本打ちましたよね、3連戦でね。3連戦でホームラン2本打ってますから、これはまあさすがやなっていう感じですよね。で、負けじとですね、マルテ選手もホームラン打ちましたから、この辺がですね、非常にこの、まあまあ、ポジション争いが、外国人同士の争いっていうのもまあ、熾烈になってきたのかなっていうね、どっちも、負けじとっていうかでね、どっちも引かないで、こうね、ホームラン合戦になってますから、このままですね、どっちがポジションをですね、奪うかですよね。サンズ選手は外野守ったり、ファースト守ったりね、してますから、どこででももう出れる場所だったらどこでも出るっていうですね、そんな感じですよね。佐藤選手とサンズ選手をね、どう使うかっていうところが、まあ、どこ守らすかっていうのも一つ見どころですよね。佐藤選手を外野。で、ファーストにサンズ選手。で、行くか、もしくは外野でサンズ選手を使って、サードにですね、佐藤選手を使って、大山選手をファーストに回すか、まあ、いろいろね、パターンは考えられると思うんですけれども、どういうふうに、配置した方が、最もですね、パフォーマンスが発揮できるのかっていうのを今、見極めているところだと思いますから、この辺も注目ポイントですよね。あんまりコロコロ変えるとですね、やっぱやりにくいと思いますから、まあ、個人的にはですね、佐藤選手は内野の方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なので、慣れてるのはサードの方が慣れてるらしいので、僕最初ね、ファーストに佐藤選手でいいかなと思ったんですけど、ファーストあんまりやったことなさそうなので、だったらまあサードに佐藤選手ですよね。で、大山選手をファーストに回してっていう、そんな感じで、サンズ選手は外野っていうところで行ってはどうかなというふうに思います。で、もしマルテ選手を使うんだったら、マルテ選手ファーストですから、佐藤選手が外野っていう形になりますし、ロハス選手が来たらね、じゃあどうすんねんっていうところ、この辺がですね、一つ見どころかなというふうに思います。まあ、どっちにしてもですね、まあ、オープン戦で、こうね、今のところマルテ選手とサンズ選手がですね、こう争う状態ですから、この3連戦見る限りでは、まだね、どっちも引かないぞっていう感じですよね。互角かな、みたいな、そんな感じです。もう脱落した方がもうそのままですね、出番を奪われるっていうそんな感じですから、この辺をですね、この後、まあ注目しながら見ていきたいなというふうに思っております。はい。あとですね、まあ大山選手にもホームラン出ましたよね。見事にですね。まあ大山選手なんかはまあ、そんなね、今の段階でそのアピールしないといけないっていう立場ではないかなというふうに思うんですけれども、まあ早い段階で1本出たっていうことは、まあね、さっき佐藤選手の時にも言いましたけれども、気持ち的にも楽になったかなというふうに思いますので、この辺はですね、まあいい感じで、この後オープン戦に入っていけるかなというふうに思います。初戦でね、3三振したんですけど、僕個人的にあんまりね、その3三振はあんまり気にはしてなかったんですけどね、まあホームラン
出たということで、まあ、ほっとしたんじゃないかなとは思います。はい。ではもう一人ね、陽川選手ですよね。陽川選手もですね、見事に、陽川選手ももう出番ね、どこを守るか守る場所ないみたいな、そんな感じですから、陽川選手あたりもそろそろもう30歳ですし、きっちりとですね、結果残さないともう居場所がなくなるよっていう、そんな立場の選手ですから、ね、きっちりとアピールするためのホームランが打てたんじゃないかなっていうふうに思います。この辺のね、選手がみんな、軒並みこう、ホームランをですね、見事に放ってですね、打つべき人が、まあ、打ってくれたかなっていう。まあ、整理しますと、佐藤選手ですよね。佐藤選手、大山選手、サンズ選手、マルテ選手、陽川選手っていうあたりが、まあ、打ったわけですから、ホームランが期待されてる選手がホームランを打ったわけですから、まあね、まあまあ、一本出たからどうこうっていうわけじゃないんですけれども、まあ、幸先のいいスタートが切れたのは間違いないかなというふうに思います。あとは近本選手も盗塁いきなり決めましたからね。去年はその足の調子が実は悪かったっていう話もありましたけれども、今年はまあまあいい感じで、滑り出せそうかなというふうに思いますから、盗塁数のですね、上積みも期待したいなというふうに思います。甲斐選手からね、相手のキャッチャー甲斐選手からまあ盗塁決めたわけですから、これはね、自信になったんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとは、まあまあ、他の選手もですね、アピールをしなければいけない立場の選手は、まあ、みんなですね、揃って、アピールをですね、頑張ってしてるかな、っていうふうに、野手の方はですね、見てて思いますね。近本選手はね、盗塁見事決めてますしですね、それから、内野争いがね、熾烈だというところで、まあ、各選手がですね、なんとか頑張ってアピールしたいなというところで、そのね、オープン戦入る前の練習試合とか紅白戦の時は、中野選手とかですね、山本選手がこの辺りが目立ってたんですけど、この3連戦で一番ですね、頑張ってたのは北条選手かなっていうふうに思います。キャンプでですね、ちょっとね、印象が薄かったかな、北条選手がですね、新戦力の中野選手とか山本選手に、ちょっとですね、出番奪われそうかな、みたいな感じだったんですけれども、まあ、そうはさせるかという感じでですね、この3連戦ではヒットをですね、何本も打って、タイムリーも打ってですね、まあ、きっちりとアピールをしてたかな、というふうに思うんですけれども、ただ、北条選手はですね、まあ、あとは守る方ですよね。エラーもね、一つしてしまっておりますしですね、この辺を改善しないことには、やっぱりですね、もう、打つ方だけで出ようと思ったら、それこそ巨人の坂本選手ぐらい打たないとですね、まあまあ、出番はですね、難しいのかな、というふうに思います。で、ちょっとね、印象に残った場面としてはですね、ノーアウト一塁二塁で、送りバントをですね、命じられたシーンがあったんですよね。まあ、シーズン中だったらあそこを打たせると思うんですけど、まあ、適性を見るというかですね、こういう場合にどういったですね、つなぎを見せてくれるのかなっていうのをおそらく見ようと思って、まあ、送りバントをですね、サイン出したと思うんですけれども、これがですね、ちょっと送りバントが一発で決められずにですね、で、追い込まれてしまって、で、バスターに切り替えてダブルプレーっていうですね、これ最悪な結果になってしまったところがありまして、いくらね、ヒットを打ってタイムリー打ってね、アピールしても、そういうところでですね、やっぱマイナスの印象になってしまうというふうに思うんですよね。北条選手みたいなタイプのですね、選手は、さっきも言いましたように、巨人の坂本選手とかですね、ヤクルトの山田選手ぐらい打てばですね、別にそんな送りバントとかですね、右打ちとかゴロ打つとかですね、そんな小技はいらないかもしれませんけれども、北条選手ぐらいの選手だったらですね、そういった小技きっちり決めるのはもう最低条件というふうにですね、どうしても見られてしまうと思いますから、これがですね、失敗してしまったっていうのはやっぱり印象としてはあんまりよろしくないのかなというふうに思いますね。そもそも、そんなに下手な選手じゃないんですよね、北条選手。送りバントもそこそこできる選手ですし、右打ちも上手いし、ゴロもですね、きっちり打てる選手なんですけど、その辺がちょっとですね、まあまあ、空回りしたのか何なのかわかりませんけど、ちょっとですね、一発で決められなかったかなっていう感じですから、ちょっとこれがね、印象としては、出遅れてしまったのかなっていう、そんな感じですね。まあ、まだね、オープン戦ありますから、ここからいくらでも取り返せますからね、内野争いもちょっと、目が離せなくなってきたかな。要するに、ね、今まではちょっと北条選手がちょっと脱落するかなって思ってたんですけど、この3連戦でですねヒット何本も打って、ちょっとですねもう一回こうアピールし直していますから、この辺もですねちょっと目が離せなくなってきたかなというふうに思います。はい。あとは高山選手あたりもですね、キャンプでは MVP ということでね、矢野監督からこう賞をもらったりしてましたけれども、高山選手あたりも、まあ、北条選手と一緒ですよね。出番がもうねなくなるかどうかっていう瀬戸際のシーズンだと思うんですけれども、
ちょっとね、その、キャンプ中のですね、紅白戦とか練習試合では結構ヒットバンバン出てたんですけど、このオープン戦3連戦では、ちょっとね、ヒットの本数としては、そんなにたくさんは出てなかったんですけれども、ただ、フォアボールを選んだりですね、犠牲フライを打ったりですね、その、ヒットを打てなくても、絶対何かしらのですね、結果は残していますから、引き続きですね、高山選手も頑張ってこうアピールしてるなっていう感じですよね。だから外野もですね、結構難しいです。糸井選手もね、ヒット打ってますから、結構鋭い当たりのヒット打ったりもね、してましたから、外野争いもですね、熾烈ですよね。この辺がまだ引き続きですね、争いが続いていくのかなっていうふうに思います。はい。あとはピッチャーの方ですけどね。ピッチャーは、まあまあ、調整順調なのかな。まあ、チェン投手がね、満塁ホームラン打たれましたけども、まあちょっとあれはね、ちょっと不運なランナーの溜まり方もありましたのでね、ちょっとあの打球が自分の足に当たってですね、で、ちょっとまあ、ランナー溜まってしまって、甲斐選手に満塁ホームラン浴びたっていうのはありましたけれども、まあ、それ以外はまあ、普通ぐらいにですね、投げれてたんかな。まあ、チェン投手だけに限らずですね、投げた投手全員が、まあまあ、その全然ね、狙いが定まらへんとかですね、距離が全然なくてボコボコに打たれたみたいな選手はいませんでしたのでね、大体こう、きっちりと調整ができてきてんのかなっていうふうに思います。まだね、今 100% にする必要ないわけですからね、開幕にこう、100% になるようにしないといけませんから、今 100% にしたらね、疲れた頃に開幕ってなったら、これ本末転倒ですから、今そんなに飛ばす必要ないんですけど、阪神の選手今年はね、結構飛ばし気味でこう、こうね、やってるかなっていうふうに思いますから、この後どういうふうにですね、手綱さばきですよね、監督の。この辺がちょっとまあ見どころになってくるかなっていうふうに思います。その、外国人選手もね、この3連戦で全員投げましたよね。チェン投手も投げたし、ガンケル、エドワーズね、投げました。で、スアレスも投げましたよね。だからこの辺がですね、もういきなり、さっきも言いましたけど、いきなりその主力級を全投入してですね、いきなりこう全開できてますから、この後ちょっとですね、緩める場所が必要になってくると思うので、この辺がですね、どういう風にこうオープン戦をですね、こうまあ運営していくかみたいなところがこの後の監督の腕の見せ所かなっていう風に思います。個人的にはですね、僕が思うのはもう本当に、あ、この人はもうレギュラーやなっていう、レギュラー確定したなっていう選手はもう出さなくていいかなっていう風に思うんですよね。その、例えば、今で言ったら、まあ、近本選手とか大山選手あたりはもうね、無理にオープン戦に出す必要ないかなっていうふうに、あ、佐藤選手もそうかなと思いますね。その、さっきも言いましたけど、オープン戦日本中で行われますから、一軍に帯同してたらもう日本中飛び回らないといけないんで、結構ね、しんどいんだそうですよね。だから、本当に、その、レギュラー間違いないよっていう選手は無理にですね、移動で引っ張り回してですね、疲れさせたり、怪我のね、リスクが増えてしまったりしますから、そうじゃなくてもうね、そういった選手はオープン戦出さずにですね、その代わり、ポジション争いをしてる選手がそんだけ、こう、いっぱい使えるわけですから、レギュラー確実な選手はもう出さずにですね、これからレギュラーを取りに行こうっていう選手だけをですね、出せばですね、チーム内競争もさらに活性化するしですね、まあまあ、そんだけその、出番が増えるわけですからね、その、ポジション争いしてる選手の出番が増えるわけですから、新しいですね、戦力が、意外な戦力が出てくるかもしれませんし、そんな感じでね、やっていったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、と言いながら、まあ、明日からね、甲子園ですからね、甲子園3連戦ということですから、まあ、甲子園では、おそらくまたね、主力はきっちり出るでしょうが、この後甲子園が終わって、また遠征に行くときにですね、どの選手を残して、どの選手を連れていくのかっていうところが、まあ、密かな注目ポイントだというふうに思っております。そういったあたりをですね、今後注目しながら、オープン戦をですね、見ていきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、まあ、3連戦振り返りましたけど、まあ、今日はこのあたりにしたいというふうに思います。できればですね、その日の試合を振り返って、その、まあ、毎日ですね、お話ししたいんですけれども、なかなかですね、まあ、それができない日もありますので、そういった時はですね、こう、まとめてこう振り返るという感じでお話しできたらなというふうに思っております。はい。ということで、明日から甲子園かな。またですね、試合の後にこうしてお話をしたいと思いますので、また明日よろしくお願いします。ということで、最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。